現在、路線バスで寄り道の旅、徳光和夫の名曲日本など、テレビのレギュラーバラエティ番組を持ち、徳光和夫、徳森、火曜サタデーのラジオ番組で、パーソナリティとしても活躍されている徳光和夫さん。ソニーミュージックアーティスト顧問、日本ドッジボール協会顧問など、多彩な肩書きをお持ちで、涙もろいことでも知られています。本名も同じである徳光さんは、1941年3月10日生まれで、東京都目黒区の出身です。正確には3月3日生まれだそうですが、この日は桃の節句であり、お父様が陸軍記念日の10日生まれとしたため、戸籍上の生年月日は3月10日となっているそうです。日時にこだわったお父様の厳格な考えは、時代を感じさせますね。徳光さんは映画監督だったお父様の徳光俊夫さんと、松屋銀座のデパートガールだったお母様との間に、3人兄弟の長男として生を受けました。映画好きな両親のもと、幼少期はよく映画館に連れて行かれたそうです。また、ラジオで落語を聞き、高校時代は噺家を目指していたこともあったとか。転機は高校2年生の時にやってきます。プロ野球の巨人で活躍された長嶋茂雄さんが、大学野球の新記録である第8号ホームランを達成した姿に大きく影響され、海城高校卒業後、長嶋さんの母校である立教大学社会学部に進学しました。文系学科すべてを受験されたそうですから、長嶋さんへの憧れが人一倍強かったのですね。そして大学時代に放送研究会に所属していたことがきっかけで、アナウンサーへの道を進みます。大学卒業後の1963年に、日本テレビにアナウンサーとして入社。当初はスポーツ中継のアナウンサーやアニメの声優をしていましたが、1969年に総合司会を担当した NTV 紅白歌のベスト10がきっかけで人気アナウンサーとなります。その後も数本の番組で総合司会を担当されておりますが、24時間テレビではフリーに転身後も31年もの長きにわたって総合司会を務められました。1989年、徳光さん48歳の時、日本テレビを退社し、フリーアナウンサーに転身されています。プラスワンを担当した頃、ニュースキャスターは合わないと思ったことと、ちょうどその頃に出ていた管理職昇進の話に対し、事務的な仕事ではなく、現場で生きていきたいと思ったことが転身の理由だそうです。一方で、ギャンブル好きでも有名で、競馬はゲーム、競艇は巨人と同じでライフワークと語っておられます。1997年に、当時の最高配当記録の馬福20万馬券を的中させ、約800万円の払い戻しを受けたことが大きく報じられたことはよく知られています。また、徳光さんは、愛車の日産シーマをご所有ですが、実は運転免許をお持ちではありません。18歳の時に自動車教習所に通われていましたが、指導官から屈辱的な扱いをされ、取らなくてもいいと思い、それ以来免許にはこだわらなかったようです。2007年、徳光さん65歳の時、フジテレビ系番組、幸せってなんだっけ？数々の法話の中で驚きのエピソードを明かしています。奥様が年金申請に行ったら遺族年金かと問われ、死亡欄に徳光さんのお名前が出ていたというのです。
この話を聞いた故細木和子さんがこの時社保庁のずさんさについて怒りの声を上げています。私生活では現在神奈川県茅ヶ崎市在住で、1966年1月に25歳でご結婚されています。奥様は一般の方で、当時日本テレビの正面にあった喫茶店が出会いの場で、そこの看板娘だった奥様に徳光さんは一目惚れだったそうです。先輩の口添えを通じて交際、そして結婚へと至りました。子供は息子二人に娘一人の三人いるそうです。長男と長女は一般人ですが、次男はキャスターで二世タレントでもある徳光正幸さんです。ちなみに本名は正和さんといい、お母様が俳優の田村正和さんのファンだったことからこの名が付けられたのだそうです。正幸さんは中学卒業後はプロレスラーを目指していたそうですが、お父様に反対されて断念しました。プロレスラーの故三沢光晴さんと仲良しで、2010年に伝説になった男三沢光晴という人という著書まで出版していることから、プロレスラーになる夢は本物だったようです。高校卒業後は参浪して日本大学芸術学部音楽学科情報音楽コースに進みましたが、大学卒業後は就職せず、ミュージシャンになるべくバンド活動をしていました。2001年にお父様が心筋梗塞で倒れたのを機にタレントとしてデビュー。2010年に10歳年下のフリーアナウンサー田辺美鈴さんと結婚しましたが、父親に溺愛されてきたためか価値観が合わず、2015年に離婚しています。徳光さんの弟の次郎さんは行政高等学校卒業後、慶応義塾大学文学部社会学科に進学されたエリートです。大学卒業後、株式会社英国伊勢丹の初代社長、新宿本店次長を歴任し、2004年に伊勢丹を退職しました。その後2005年から株式会社チェルシーの代表取締役社長、2010年からは株式会社大沢商会グループ取締役に就任、そして2011年からはモノコトコネクション株式会社を設立し、代表取締役社長に就任という輝かしい経歴の持ち主です。私生活ではタレントのミッツマングローブさんの父でもあります。次郎さんは2021年5月19日に74歳で逝去され、弟が先に行ってしまったことに大きなショックを受けた徳光さんは、自身のラジオ番組で次郎さんとの思い出を語っています。甥のミッツマングローブさんとは2015年にサントリーコーヒーボスの CM 喝采編で親子役で共演しています。その CM にミッツさんが頬を叩かれる場面があり、実の親にも殴られたことはないのに40歳にもなって親役の叔父に叩かれ、因果な家族だと後にミッツさんは回想しています。公私ともに多彩な顔、数えきれないほどのエピソードをお持ちで、常に話題に事欠かない徳光さん、80歳を超えてなお第一線で活躍されている姿は素晴らしいですね。今後もお元気で末永くご活躍していただきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。